ザエンジンはガリバー旅行記の中でジョナサン・スウィフトによって語られた架空の装置である。おそらくこれは近代的コンピュータに少しでも似ている装置としては最も早く知られた例である。スウィフトによると普通のやり方では芸術や科学を達成するのにどれだけの苦労がいるか誰でも知っておるじゃろう。しかし彼の仕掛けを使えば全く天才や 秀裁の力を借りずとも、最も無学なものが、そこそこの値段と少しの肉体労働だけで、哲学、死、政治、法律、数学、進学についての本を書くことができるのじゃ。彼はそれから私を、枠組みの方に案内しました。脇には弟子たちが一列に並んで立っています。その面積は二十平方フィート、部屋の中心に置かれていました。表面は、 たくさんの木片で組み立てられていました。木片はサイコロほどの大きさで、中には他より大きなものもあります。こうしたものがすべて細い針金でつながっているのです。これらの木片のあらゆる面には紙が乗り付けされていて、いくつかの語形変化、時制、格変化を含んだ彼らの言葉がバラバラな順序で書かれてありました。見よ、彼がザエンジンを同う,うとしておる。 教授は私に言いました。弟子たちはそれぞれ合図に従い、周りの枠組みに40ほど取り付けられた鉄のハンドルを握りました。それを突然回転したかと思うと、すべての言葉の並びががらりと一変したのでした。彼は36人の弟子に枠組みに現れた通り何行か静かに読むよう命じました。彼らは合わせて、 文章の一部になるような三つか四つの単語を見つけ、残り四人の弟子にそれを書き取らせました。この作業は34回繰り返し行われました。その度にザ・エンジンは複雑に動き、木の斜辺が上下に動くのに合わせ単語の位置は移り変わるのでした。これは単語の順列組み合わせを生成する装置である。 ライムンデュスルルスのアルスマグナに記された概念を組み合わせ新しい概念を作り出す機械から発想されたものである。ありがとうございます。